か。冒険者たちよ。なんだ。艱難深空を乗り越え、この回廊までたどり着いたそなたらこそが、我が使い。こいつも喋ってるのか。これが絆の剣。ではなさそうだよな。刀身もありませんしね。壊れてるのか。聞いておろうのお主ら。ねえ、もしかしてこれ魔剣じゃないの。魔剣って言っても歯がなきゃどうにもならなくないか。壊れてるな。使用者の魔力が歯の形になるものもあるらしいけど。これがですか。やっぱり壊れてる。お主ら、我を誰と思っておる。知らねえよ。俺たちは絆の剣ってやつを探さなきゃならねえんだ。壊れた剣の名前まで把握してる。我こそお主らが探し求めていた伝説の絆の剣じゃ。え？我こそがテラネ魔導交渉の最高傑作にして。なわけないだろ。なの？壊れた剣を探してたんじゃないぞ。壊れてないかもしれないけど。壊れてなどおらぬわ。どうでしょう、ここは最後までこのおじいさんの話を聞いてみるという。誰がおじいさんじゃ、無礼者めが。私はあなたに助けぶれを出そうとしたんです。ケム、落ち着いて。失礼、急に当たり前のように剣が喋り始めるものだから。我は正義と友情を重んじる者たちにのみ力を貸す誇り高き聖剣じゃ。我こそがテラネ魔導交渉の最高傑作、天使級精神兵装、聖品名絆の剣じゃ。製品？プロジェクト名でもあるぞ。へいへい。それじゃあ聖剣様、大事に運ぶからおとなしくしててくれよ。装備せぬのか。俺は探検専門でね。ではそこな竜神族の娘が。私は竜骨剣しか握らないぞ。我を求めてきたのではないのか。いや、お前さんが目当てだよ。ならばもそっと喜ばぬか。待て、我をどうするつもりじゃ。そりゃ当然売るけど。いやじゃあ。